言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、今回ナンバーアイの話をね2回連続になりますがさせてもらおうかなと思います。今ちょっと声が上ずりましたね。なんででしょうね。岸くんの話ですね。ヒビケアパッドの CM に起用されまして、で本日8日からテレビでも公開されております。なおテレビでなくても YouTube などでもろもろ見ることもできますし、ザ・ファースト・タイムズというネットニュースサイトにおいて非常に詳しくやってくれています。ナンバーアイ岸優太響きやシリーズの CM キャラクターに就任、岸の指の綺麗さが際立つ新 CM も放送開始ということです。いいですね。岸の指の綺麗さが際立つってね、木がいっぱいあるなと思ったりなんかして、韻を踏むっていうかちょっと短歌とか俳句とかそっちの方をね思いました。まああれですね、鍵食えば金が鳴るなに法隆寺的なあれですね。何があれなんだか分かりませんが、はい、というわけでね、あの岸くんの画像も貼りましたが、まあこんな感じでございますよ。お待たせっつってね、こちらです。で、響き屋シリーズ公式の方のツイッターがありまして、このお待たせっていうのに対し岸優太さん待ってましたっていうね感じでやってます。いいっすね、待ってました。これ全然関係ないこと思い出したけど、落語とかね聞きに行くんですけどもね、お目当てが来た時におじさんとかがね待ってましたってね、たっぷりなんてね言ったりするんですけど、はい、まあ岸くんを待ってたでしょう。岸さんの方はみんな、まあいろいろありますが、ソロ仕事で CM ソロっていうのも待っていたでしょうと思いますね。まあそんな感じで、でそれでこちらの方がね、まあザ・ファースト・タイムズリンクも貼っておきますが、CM が3種類ありまして、それこそたっぷりですね。でさらにはメイキングと言いますか、はい、メイキングもありまして、そちらは3分ぐらいですね。メイキング&インタビューがありまして、スペシャルムービー公開中ということです。はい、まあ池田も反動さん、無比でもおなじみ、夏には平野翔くんのね液体無比の CM がありまして、あの夏の田舎道のような感じで子役の子と一緒にやってる平野くんが非常に可愛かったですね。はい、そんな感じなんですがね、でメイキングの方であるんですけれども、今回この CM がすごいカメラワークが面白くて、この感じが非常に、私元ストリートパフォーマーだったりしますが、そこに非常にこうフィールしたというか、すごく面白かったです。すごい技術を使ってるなと思いました。こちらのニュースにも書いてあるんですけれども、ダイナミックなカメラワークと岸ならではの爽やかな表情が印象的な CM となっているっていうことでありまして、それこそ3つの CM がありますが、ヒビケアパッド、まあ、こちらも新しい商品でございますので、塗る方はもともとあって貼る方っていうのがねあるので、ただ絆創膏よりもちょっとした形が複雑だったりはするので、それの貼り方の CM もあったりいたしましたし、岸くんの綺麗な指先でやりますんで、そこがさらに分かりやすかったりもしますし、今ちょうどヒビケアシリーズのツイッターのところで岸くんの CM がずっとね無音で流れてるんですけれども、こう指をこうスッと出すあたりとか、それからスーツを、ブラウンのスーツを着たところでいきなりこうスッてやるところとか、非常に動きがスムースで綺麗ですね。でとにかくこの指先をすごく注目しているものですから、この指先だけですごくこう岸くん自体が、もちろん CM だし何度もテイクを重ねてると言っているからベストショットでやってるとは言ったものの、本当にそこに存在するだけで岸くんの指先の美しさ、当然岸くんご本人の美しさとかっこよさ可愛さというものも含めて芸術作品のように感じます。なんかね本当に銅像とか彫刻が立ってるような感じに見えると言いますか、そんな感じですね。それから色合いですね。もうね以前からこちらの響き屋のシリーズの方の CM の画像は皆さんも知ってらっしゃると思うんで、まあ、こちらのお待たせの方もあるんですが、赤の背景、
まあ、赤ですが、どちらかというとワインレッドに近く、しかもなんかこう結構赤ワインとかね、そっちの方の色合いで、で岸くんの髪色がブラウンであるのと、さらにはスーツもねブラウンカラーのものを着ておりまして、で以前その岸ブラウンという言葉がねツイッターでトレンド入りもしましたが、あれはティアラさんとかにとってはおなじみのことらしいですが、照明、光の照明が当たった時に岸くんのあの目がねこうブラウンにこう光って美しいっていうところがあるそうで、そんな感じのところがあるようですね。私自身も実はちょっと目がねブラウンがかってて、メガネしてるから分かりづらいですけど、これもちょっと色が青みがかってるメガネなんで、それもあるし、私も地毛がちょっと茶髪だったりしたもんでね、うん、なんか南国の方の血らしいです、聞いた感じによると。まあ先祖辿ってくとそうなるそうなんで、でまあそんなことで岸くんのね美しさと色合いの温かさ、赤と茶色というのが、そう赤茶色ではなく赤と茶色、これがしかも赤がねこうダークレッドと言いますか、あの暖かい方のダークレッドなもんですから、より柔らかさと暖かさを感じますし、岸くんご本人のあの表情と声質、そして所作のその暖かさ優しさっていうものが相まって、まあ、響き輪シリーズ冬場に使う商品でございますからね、やっぱり水仕事で、ね、指先とか痛いですから、そこに暖かさを感じる色合いでね非常に考えられた CM だと思います。まあ、今更ですが、響きやパッドのこのパッケージングもね、この赤茶と言いますか赤の感じなんですね。はい、という感じでございます。そう、 CM がねいくつもありますが、岸くんのねカメラワークもありつつでの中でのそのパフォーマンスをしてるわけではないんだけれど、その動きとかポージングとか声のトーンとかもろもろが非常に芸術的でありまして、もう天性のパフォーマーといいますか天性のアーティストなんだなっていうのをもうものすごく感じる一幕でございました。こちらのニュース、ザ・ファーストタイムズのニュースにおいて、声色やイントネーションを試行錯誤しセリフを何パターンも撮影ということで、こちらがですね結構何度もテイクを重ねて難しいみたいな感じで悔しそうに苦笑いをしてみたいなところとかもありつつで、でここでねザ・ファースト・タイムズの記事でも言ってるのが、まるでラップを歌うかのように体を動かしリズムを取りながら繰り返し練習してから本番に臨み、ようやく OK テイクにみたいな感じ。岸くんがそれこそね前世のジュニア時代から本当にずっと努力を重ねていらっしゃったって話を必殺仕事人の岸くんの動画でコメントでいくつかいただいたものがありまして、そのストイックにパフォーマンスであったり仕事にこう向き合う姿勢というのが今回の響きアパッドのこれでもすごく出ていると思います。だからそこがそういうことなんでしょうね。 CM なんですが本当にパフォーマンスを本気でやっているような感じに見えたので、まあ元ストリートパフォーマーのね血がちょっと騒ぎまして、これはすげえぞと思ったわけです。まあそうなんですよ、なかなかその CM をですね元ストリートパフォーマーとかそっちの感覚で語るっていう風には普段はならないんですよ、実際と普段は。ただこれはねなりましたんでね、そこに何か、まあ、元とはいう形にはなりますけれども、何か自分の魂が反応したんだなって思います。まあ、反応したというと少しおこがましいですが、岸くんのそのパフォーマンスとか、そういったもののストイックさというものに、リスペクトを持って、それが、こうね、すげえっていうふうに、思ったんだと思います。憧れのようなものに近いんだと思いますよ、おそらくはね。はい。で、まあ、そうですね。岸くんの、なんかね、ブラウンのシャツ、スーツを着ている岸くんが、スペシャルムービーの方で入ってますが、ストライプの、こう、紫色のスーツ着ている岸くんもいて、インタビューのところではそうなってるのかなって感じで、まあ、そうですね、まあ、メイキングとインタビューの方の動画もありますし、文字の方にもありますので、読んでいただければと思いますけど、ハピネスの話もしてますね。
ファンの間で岸さんのハピネスが話題ですが、みたいな感じとかね。うん。そうですね。まあ結構、このハピネスに感じた出来事っていうものへの岸くんの受け答えも岸くんらしいなと思ったわけですが。で、一つだけ、岸さんの指の綺麗さが際立っていましたが、何かケアされていますかっていうことで、これに対する岸くんの返答が、いや、ついに来たかと。私の指が押される時がっていうね。指が押されるっていうですね。押しはちなみにこの押し活の押しで書いてあります。まあ、岸さんにとっては岸くんの指だけじゃなく、岸くん全体を押しでしょうし、当然ナンバーアイ箱押し、3人押しの人もいるでしょうしね。はい。そういうところですが、まあ、岸くんの表現で、私の指が押される時がっていうね。なんかかっこいいですね。私の指が、ついに来たが、私の指が押される時がっていう。なんかそういう、ジャンプ漫画とか、そういったものの、強者感、強いもの感が出ている気がします。私だけかもしれないが。はい。で、本当に自分の長所というか、岸くんの、本当に自分の長所というか、生まれ持った、すごく綺麗な手を、綺麗な指っていうのが自分のチャームポイントだったんで、それを CM に生かしていただいたのは、本当に感謝でしかないですね、っていう感じでございます。いやー、いいですね。いや、まさにその通りで。でもね、岸くんに関しては、本当に指先が綺麗だなっていうのは、皆さんはご存知だった人がほとんどだと思いますが、私はこの響ケアファットの、響ケアシリーズのこちらの CM で、岸くんの指を見て、この綺麗な指は何と思ったもんですが、フィンガーダンスとかね、指先を結構がっつり使うダンスをやった時に、すごく映えるんじゃないかなと思っていて、で、個人的にですけど、この美しい指を持ってる岸くんに、これは本当にベスティである私、BE:FIRST ファンの私の個人的な思いです。BE:FIRST はまあダンスリーダーと言って良いソータくんいますが、ソータくんはね、結構指先をがっつりと見せるダンスっていうのは得意だったりするんで、岸くんと一緒に TikTok とかで、指先をね、こう見せるダンスっていうところで一緒にやってくれたら嬉しいなと思っています。なんかそんな感じですね。まあ、岸くんなら全然できそうだからな。うん。まあ、そういうふうにも思いました。というわけで本当に岸くんの指先の綺麗さというのが際立つ素晴らしい CM で、まさに岸優太というタレントを使うのにふさわしいものだなっていうふうに思いました。日々ケアパッドで日々手がホットサンクスアロットっていうことでね、最後に別にこんなこと言わなくてもいいんだが言いたくなってしまいましたんで、これでオチとさせていただきます。落とす必要は本当はないんだ、落語じゃないんでね。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して、頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。YouTube 登録は無料でございますので、大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても、皆さんに通知とかは行きませんし、私にもお知らせは来ませんので、大丈夫です。はい。一度、解除された方で、また登録してやろうかなって思ったら、もしよかったら、また登録もお願いできればと思っています。はい。励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。